リクです。翼です。ももかです。今日は気合大学について紹介します。気合大学には学部が3つあります。今日は国際学部を翼、経済学部をリク、教育学部が私、ももかが担当します。それでは、レッツラゴー！今日は敬愛大学の1日について密着します。本当に翼、今日授業何やるの？今日ね、ディスカッションなんだよね。ディスカッションって何やるの？ね、オンライン授業のメリットデメリットについて英語で議論するんだよね。へー、大変だね。そうだね。これ今日プレゼンするんだよね。本当に？何のプレゼン？10代の株式会社計画って説明するんだよ。へー、この子は？私は模擬授業やる、算数の。そうなんだ。うん、頑張ろうね。頑張ろう。じゃあ、バイバーイ。これから始める株式会社計画についてプレゼンしていきたいと思います。なった時に何が必要だと思いますか？はい、情熱。毎月米1升あげますっていう価値がついてる、この株券に。経済学部ではプレゼンテーションなどを行い、就職に生かせる授業もたくさんあります。 Anything else? Yeah. Japan has good second. Let's talk. How are you? I'm fine. Are you fine? How are you? I'm good. Okay, so Jodius and cold countries in the world. So 国際学部は英語のディスカッションなどの授業もあり、しっかりと英語を身につけたい人におすすめです。2番の式、移動法ですね。はい、じゃあ次。わかりやすいのとても良かったし、じゃあ、この私がやってみるので、見ててください。はい、お願いします。朝顔。そう、1年生の子を育てたね、朝顔だったね。教育学部では、基礎知識を学ぶ授業に加え、学生が模擬授業を行い、先生になるための実践力を身につけることができます。お疲れ。お疲れ。今日お弁当の今日、はい、食べてきたよ。本当に食べてる。今日友達と穴川邸で食べるやつにしてる。あ、そうなの。そうなんだ。じゃあ行くね。はい、バイバーイ。どこで食べるの？ね、どうする？次の教室のとこ行く？あ、そうだね。そうするか、ゼミの部屋か。あ、ラウンジにしない？ラウンジ行く。じゃあラウンジしよう。オッケー。お昼ご飯の時間です。学生は穴川邸や3号館1階のコルディアリタで食事をします。お家からお弁当を持ってきたり、穴川邸の美味しいご飯を食べます。お腹が空きますね。おう、はい、次も授業。うん、千葉さんも？そう、俺も授業。あ、うん、俺授業ないから、ここでやろう。どこでやるの？コミュラ、コミュラ部でやる。あ、そっか。じゃあまた。じゃあ、じゃあ。敬愛大学にはたくさんの自習スペースがあります。ここはコミュニケーションラボです。勉強がはかどりそうですね。お疲れ。おい、お疲れ。今日この後何かあるの？あ、私はここで勉強してこうかな。バイトです。マジで。俺も桜です。あー、大学。そう、金融研究会だっけ？そうそうそう。あ、私も何かサークル入りたいな。そうだよね。確かに他にもね、サークルとか部活たくさんあるからね。じゃあ、そろそろ行くわ。うん、うん、じゃあ俺も行くわ。だねー。頑張ってね。はい。敬愛大学にはバレー部やサッカー部のような部活、ダンスサークルなどがあります。学生はそれぞれ好きなものに所属し、楽しく活動しています。せーの、皆さんどうでしたか？敬愛大学のことについて少しは分かりましたか？もっと知りたいという方はオープンキャンパスがあるので、ぜひ見に来てくださいね。ホームページに学部紹介の動画や大学生活の動画もあるので、チェックしてみてくださいね。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。
バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。